おはようございます。坂取城のひな祭りでございます。51箇所かな、今回は。だいぶ減ってますね。ちょっと失礼して見せてもらいましょう。これね、はい、ナンバー1番です。ここ神社があるんだけどね、これ神社169号線かね、これ169号線をまたいで神社があるんだよね。ちょっと行っとられんから、はい、失礼します。もう梅が咲いてるね。はい、道のところどころにもね、盛り上げるためにね、おひなさん、床分け住宅、いいね。前へ撮らせてもらいましたけど、はい、ありがとうございます。小泉さんでございます。ちょっと見てみましょうか。小泉さん、おお、綺麗なお寺さんでございます。これ何だろう。おお、綺麗な花が飾ってくれてる。2番展示場。おお、興味がでございましたか。これ古そうやね。江戸時代ぐらいかね。はい、ありがとうございます。綺麗にね、着物も飾ってくれてあんねや。はい、ありがとうございます。3番。おひなさま天日よ。うわぁ、いっぱい買ってくれてやんねや。相当豪華なおひなさんです。昭和のしかわしのあんま見られへんからさ。これは何になりまんのか。これはだから ひな人形ちゅうわけじゃないな。ではないですけどね。はい、ありがとうございます。でも市場さんとかはね、ミラー。これまだ300メーターぐらい来てへんの。3、400メーターか。あとまだ1キロあるのかね。大変。行ったとこあるんか。はい、わかりました。土佐通り、土佐街道。こちら。11番。11番。ワンちゃんが。ここや、ほら。松井不動産。10番展示中。10番。引く。引かれ。おそ、あ、閉まってるか。残念。閉まってる。失礼いたします。ひなさん見せてください。あ、どうぞ見せてください。はい、ありがとう。はい、これは何年ぐらいのひなさんですか。はい、いつぐらいですか、これ。あ、こちらね、昭和29年に主人の姉が生まれた年にね、祖父が買ってくれたひな人形になってます。だから70年ぐらい前ね。71年前やね。おひなさまですね。うん、こんな珍しいな。そうですか。これ陶器？はい。あ、陶器じゃないんだ。陶器ではないです、ね。見た感じ膨らんだ陶器見て。いや、びっくりした。あ、ありがとうございます。どこかにやろう。きれいきれい。あ、ここがね、これ6万円だね。行きまえ。コーヒー。乳麺、コーヒー乳麺ってね。はいはい、わかりました。
これやっぱり左がピンクで右がブルーかな。決まってんのかね。はい、12番でございます。見せてもらいましょうかね。はい、ありがとうございます。失礼します。江戸の変わり身な、これいいね。ここいいやん、江戸情緒の変わり身な。江戸城まで作ってあるの、ほら。ほら、すごいやん。これジャンボひなね。これ大名行列ってやつ。おお、これいいね。これいい、これ全部作ってはる。16番、展示中。はい、寄ってみましょう。失礼します。すごい壺だ。失礼します。これは室町時代かね。いつぐらいの時代だろうね。すごい古いね。この石が人面石。ちょっとわからんな。ああ、なるほどなるほど、わかりましたわかりました。これはすごいね。はい、そうですか。これより先は遠寺の参拝以外の方はご遠慮ください。はい、失礼します。お、紋章もあるんだ、すごい。かぐや姫の三太郎、いいね。17番キナ、18番お休みでございましたか。なんで19番お稲さん、やっと真ん中ぐらいか。真ん中ぐらい、こう22番12番、上か、上や。23番でございました。で、こちらが24番。こっちも観測ですね、これ25番。お稲様、ジャンボひなでございます。ちょっとじゃあの中覗いてみようか。失礼します。誰か巻いてあるみたいだね。あ、これ人形かね。誰か巻いてあるかと思うわね。あ、ここにね、ひな。着物も飾ってくれてるよ。そうですか。うちは古いもんばっかしや。これはしかしみんな喜ばせん、ここ飾ってくれた。こんな見たらいいですよ、なんかねえ。こうか、29番、お稲さん。中に飾ってます、階段に。階段に、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、どうぞ。はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。これは江戸時代だよな。もっと古いんかね。江戸時代。あれすごい絵があるぞ。それ刺繍なんです。すんまん、絵じゃなかったんですか。はい、いや、絵と思って刺繍、はい、すごい。これ全部前、全部刺繍。
こちらで教室がありまして、はい、これ刺繍なんですか。そうなんです。刺繍、はい、もや刺繍って言って、はい、これ見た感じはあの絵に見えますけど。そうですよね、はい、これここでもう販売してはんの。んで、いえいえ、あの先生の作品今回展示させてもらって、はい、ああそうなんですか、はい、いや恐れ入りました。ありがとうございます、うん、ありがとう。江戸時代？そう、ちょっと私わかりませんけど。すごいねこれ。100年ぐらいは経ってるのかな。これいいね、うん、ここほらあの土佐街道と言いましてね、はい、ね、最高でございます。ああ30番だ、ここ見せてもらおう。30番、皆さん失礼します。これいつぐらいだろうかね。32番おひなさん、これおひなさん、31番おひな様、これさよね、かわいいおひなさんがいっぱい並んでます。かっこいいね。これはすごいね。普通の民家にしてすごいですね。興味なでこれ。昭和かな。昭和ぐらいだね。はい、ありがとうございます。おお、綺麗な。これなんだ。35番35番、はい、もうこれ本来なんだこれは、すごいね。お地蔵さんでございます。ここは山直かね、農産物の直売所。あのほら、ここに37番、37番、ここで飾ってくれてんだよ。大谷選手も飾ってくれてる、ありがとう、そしてさようなら。全然似てへんけどね。はい、そんなこと言っていかんか。20段以上あるね、はい、すごいね、やっぱね。40番、41番以上なのかな。40番、41番もうすごいぞ、これは。釣りの使用感です。おお、これ、おお、今年はすごいぞ。こっちかな。
ジャンボひなでございます。はい、今年最後やからね、リンドしてくれてるね。はい、ありがとうございます。え？にぎやった。間の日やから。土日はちょっとやっぱり多いか。多い。多いです。今日は誰もやってはらんがね、お兄さん。ああ、いらっしゃるのか。いらっしゃるのか。わ、はい、これ、44番。竹の中にね、木が飾ってくれてる。ね、これいいね。飾りだ。きゅうり、こんな動けちゃった。おお、これいつごろかね。大正ごとやから大正かね。今年はほとんどやってありませんわ。そうですか。うん、だから少なくなって少なかったね。100件ぐらいあったんだよ、昔な。そうそう、はい、しがらぎ寺、しがらぎ寺すごいね。これはちょっと自販機があかんけどね、自販機があったらね、あの風景が台無しでございます。ここまで老人クラブですか。あ、高取のひな祭り会場からでした。随分少なくなってますね。51箇所ある予定、50箇所ある予定だけどね。お休みのとこと、それから去年までやってたとこもやってなかったし、そんなんでね、ほんま少なかったですわ。あと役場の周りにあと2軒くらい、5万6万やったかな、あれのこと聞いたんだけど。はい、ありがとうございました。高取からでした。